オバボタルルシデナバイプラジョタは、高注目ホタル科に属する昆虫。成虫の発酵がほとんど目立たないホタルの一つ。オバボタルは、日本本土では、普通なホタル科の昆虫の一つである。その形と体色は、黒い全身、全胸部に赤い斑紋という一般的なホタルのイメージに近いものだが、全体にやや平らで、腹部に比べて全胸部が小さく、 特に前胸部の反門のところがややくぼんでおり、他のホタルに比べて触角を串状にして大きくし、薄っぺらくしたというような感じに見える虫である。夜間に活動するゲンジボタルやヘイケボタルに比べて触角が長く立派な反面、複眼はやや小さい。体長は7から12ミリメートル、やや柔らかい体表もホタル科の甲虫類特有のものとなっている。 前胸の半門を除いて全身が艶消しの黒。頭は前胸の元に隠れて見えない。触角はやや平らで幅広く、やや串状に見える。体は細長い楕円形。体の幅の特に広いところはない。前胸は丸っこい三角形で、中央に縦の黒い部分を残して両側に赤い半門がある。前肢は黒くて筋がややはっきりしている。 死ゆでほぼ同じ形態である。成虫は初夏に出現する。死ゆとも腹部第七節にある一体の小さな天井の発光器からかすかでぼんやりした赤色の発光を連続的にするが、配偶行動には用いられず、死ゆの出会いはフェロモンによるとされ、オスは日中草木の波状や地表を歩き回ったり短距離を、 断続的に飛翔したりし、地表に姿を現したメスを見つけると交尾を行う。メスは物陰に姿を隠して飛翔も、ほとんど行わず、稀にしか見つからない。夜間の活動はほとんど行われず、多く発生している地点で、夜間観察を行って、発光を観察することはできない。オスの触覚は、そういうメスのフェロモンを喚起するために発達したとも、言われる。 交尾も物陰に隠れて行われ、1から2日連続して行われ、その翌日に直径約0.7ミ、mm、リメートルの卵を30から40個産む。孵化までに20から22日かかる。幼虫は浅い土中に生息し、孵化直後の体長約2ミリメートル。野外の土中からは体長13ミリメートル程度の幼虫が採集できる。全境の背面に、 川の地形の3本の縦島があり、頭部は全胸のもとに隠れている。古くから陸外類を捕食するとされてきたが、飼育実験では生息環境に見られる陸外類のいずれをも捕食せず、ミミズを与えると捕食することが確認されている。幼虫で越冬すると推測されているが、越冬場所は判明していない。6月頃になると、途中の浅い部分の間劇でさなぎになる。 山間部の森林や林園で見られる。昼間に木陰の低いところを飛んでいたり、低木や草の葉に止まっているのがよく見られる。飛び方はかなり頼りない。北海道から九州までの各地に見られる普通種。国外では、千島、朝鮮半島、サハリンから知られる。本州、四国、九州からは、同族の大オオバボタルエル、アクセンスサゴアムも比較的よく見られる。 姿形はよく似るが、13から15ミリメートルと一回り、大きく、全境の半問もやや派手。オバボタルと同様な環境に見られ、性質も似ているが、分布がやや産地に偏る。成虫、幼虫とも形態が酷似するため、オバボタルと同種か別種かの議論が古くからあるが、両種の幼虫の生活場所は全く異なることが知られている。オバボタルの幼虫が、 土壌中で生活するのに対し、大場ボタルの幼虫は、臨床の不及儀に、カミキリムシの幼虫がほじった行動に潜んで生活し、えとう、幼化もこの中で行う。幼虫の餌も、おばボタル同様ミミズ類である。生活史は、八王子市在住のホタル研究家である、小股軍兵らによって、おばボタルよりも詳細に明らかにされている。他にも国内に、 同族のものがいくつかあるが、イリオモテ島産の夏ミオバボタルエル夏ミやエチュージョーイ、エム藤のように、南西諸島のものであったり、本州中部の、ごく限られた湿地に生息する、赤色部を描いた、コクロオバボタルエルオカダイナカネオバヤシのように、希少種であるから、混同することは少ないであろう。同じオバボタル赤に分類されている、スジグロボタルプリスティリカスサゲアレイトスゴアムなどの、 プリスティカス属のホタルは、少子が赤く黒い縦じまがあり、一見ホタル科ではなく、ベニボタル科の昆虫のように見える。この仲間は、幼虫が一応陸生とされるが半水性の性質を持ち、一時的に潜水して、ゲンジボタルやヘイケボタルの幼虫のように水中の川に名を捕食して育つことが知られている。ありがとうございます。